んにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は伝説のスーパーサイヤ人ブロリーの超極限が来ていましたのでやってみたいと思います。はい、こちらの攻撃時に有効なのは混血サイヤ人、そして極限髄覚醒済みキャラ、防御時も一緒な感じですね。ミッションがね、3つあったかなと思うんですけども、先ほどね1回をやってみたんですね。そこでスーパーサイヤ人3体編成はクリアできたんですけれども、残っているのがですね、極限追覚醒させたキャラを3体以上編成というものと、3分30秒未満でクリアせよというものですね。はい、なのでこのね2つ目指して今からやっていきたいと思います。パーリ編成なんですけれども、ニューゴハンくんをリーダーにしたカメハメハパーリーという感じで、極限 Z 覚醒をさせた、ね、キャラ3体以上入れるというのがあるので、こんな感じで行ってみたいと思います。それでは Let's get started。 はい、ブロリーの超極限ですね。もうブロリーがめちゃめちゃ強くなりますね。今回はもうブロリーパーリー、ブロリーフェスティバルという感じなのではい、どんな感じでしょうか。このパーリ編成だとお借りしているのもごはんくんです。ニューごはんくんですね。今回はカメハメハパーリーにしてみたので、久しぶりに本当にパンちゃんとかも入れてみてます。あんまりね使っていなかったキャラも入れてるんですけども、どうなるかって感じですね。このブロリーね、力属性のですよね。私ね最近ねゲットしたんだよね。だから全然まだ育成がね終わってないんですよだからこの超極限メダルをね集められたらもう一気に育成しようかなと思ってます。もうすぐねキャンペーンもね終わるのかな。今回のガシャはねちょっと心残りではあるんですけども、地のブロリーがやっぱり欲しかったけれども諦めようかなって感じなので。さてこれはですね、この御殿トランクスくんがですねかなり極限して強くなっていますので、試しにね1枠目に置いてみよう。まだこれ使ってみてないんですよね。お、回避する。ああ、いいね。いいですね。おお、めっちゃ強いね。これがね、超高確率でアタックディフェンス 100% アップが2回あるんで。おお、すごい。これはいいですね。最高です。強い。So strong。すごい。いい、いい、いい、いいんじゃないこれ。そして、カメハメハごはんくん。こちらも、極限してますからね。そして即属性だからね、いいんじゃないかな。ナイス。そしてこのねごはんくんが普段使わないんだけど、カメハメハの極限しているキャラ出そうとしたら出てきて使えそうなんで、はい、メンバーに入れてますけれども、スタンバイねしましょう。はい、ドラゴンブルが来ました。これ本当にかっこいいよね。何回でも見たくなる演出ですけれども、こちらはまあフィニッシュまでね行くか分かんない感じで、まあ、結構 HP 減らせてるのでブロリーの。でもねディフェンスが硬くなりますのでごはんくんが。兄弟カメハメハも極限してるのでいいと思います。強いパンちゃん、どうだパンちゃん。お、いい、あ、いいね、すごいすごい、いいじゃん。では御殿トランクスくんをまた1枠目にね置いてやってみよう。
これは心強いぞ。お、避けないけどすごいね。すごいね。強いね。超高確率引いてるっていうことだよね、多分。あ、やったー。いや、早い。これはいいです。これでメダル集めていこうと思います。やりましたー。はい、ミッションもクリアできてるかな ?4 分かかってるか。ってことは、そうだね。一つだけですね。はい、残り1個3分30秒。未満でクリアせよ。あ、これはでも演出カットとかしたら多分いけるんじゃないでしょうか。と思います。はい、このパーリ編成良さそうなので、もしね、皆さんも真似してもいいよっていう方はね、真似してやってみていただけたらと思います。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。